南草は南湖とも呼ばれ、中華人民共和国チベット自治区内にある湖の一つ中国第三の面積にして、標高が世界一の円水湖である。北緯30度30分から30度35分、東経90度16分から91度03分の間に位置する。海抜4718メートル、東西70キロメートル橋、南北30キロメートル橋。 面積1920平方キロメートル強。最大震度33メートル。南蘇の周りは、雪で覆われた山脈と、数千エーカーの広がる草原に囲まれ、聖者の天国との別名でも知られる。チベット自治区のダム春県とパン群県にまたがっており、ラサの北100キロメートルにある。南蘇は、ヤムドク湖とマーナサローワル湖と共に、チベットの三つの聖なる湖と呼ばれ、 チベット語で天の湖という意味である。モンゴル5名天グリノールも同義。羊年の坂田和の祭りの期間になると多くの人が巡礼に訪れる。湖の南西にはタシドルデラがある。ニエンチェンタンラ山脈で最も美しい場所として知られている。そこの岩屈の岩穴に世紀もの間巡礼者が集まった。2005年には道の舗装が完成し、 ラサからのアクセス、観光インフラ開発が容易となった。湖水は、ニエンチェンタンラ山脈からの雪解け水からなる。気候は、突然変わることが多く、ニエンチェンタンラ山脈の反対側では、吹雪がよく起こる。ラサから、G109 国道で北へ向かい、左手に、ニエンチェンタンラ山の雪山を見てからダムシュンで、新しい一般道路に入り、湖の東湖畔にある。 ナムツ村に達する。ラサから約1 0 0トル。チャイニーズ、ジャーマンサイエンティスト・レコードニューデプスオブ、ナムシーオーレイクハット、いろはやシメン・長技製が国、第二大南図雇用新中国政府網。www.gov.cn.2021 年3月25日閲覧。中英文大賞、チベットユータビュージズ製造鉄道で広く、配布している。 ありがとうございます。